こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはビジューダンド、サザンシャルマン。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくビジューダンド行きました。続いて前へ行くのはサザンシャルマン、さらにはインティカブ、7番リーピングフォレスト、その後ろ先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前に戻りましょう。先手を取ったのはビジューダンド、リーピングフォレスト、それに続きます。すぐ後ろにサザンシャルマン、ピンクの帽子インティカブ、その後ろすぐ後ろにトロピカルミズーリ、その外からスピニングワールド、その後ろにサンセットガリバー。ここでリーピングフォレスト先頭に変わりました。2番手は大気ブリザード、これは絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭は大気ブリザード、大気ブリザード先頭、2番手はリーピングフォレスト懸命に追いすがります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。大気ブリザード先頭、差はほとんどありません。2番手はスピニングワールド、残り 200m、 残り 100m、 スピニングワールド抜けた。大気ブリザード追いすがります。先頭はスピニングワールド、1着でゴール。スピニングワールド1着、2着にはどうやら大気ブリザード、勝ったのはスピニングワールド、見事な勝利です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。サファイアヌーベル前に行きそうです。カワチサンライズそれに続いています。さらにはアイランドウルフ、15番セイクリッドグライス、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。もう一度先頭からサファイアヌーベル先手を取りました。その隣にカワチサンライズ、すぐ後ろにクリスタルスペシャル、緑の帽子マイト&パワー、その後ろ。その外にセイクリッドグライス、その外からファイトエミネンス、内からは藤山ソロン、その外からサンライズチャイナ。後ろからの競馬になりました。優勢トップラン、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。緑の帽子ノーブルビリーブ、その後ろ。すぐ隣にストロングキャッスル、その外からソリッドストライプ、青の帽子カフェヒル、その後ろ。しんがりからエンドイーグル、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度8番カワチサンライズ、一気に先頭に立ちました。すぐ後ろにクリスタルスペシャル、サファイアヌーベル、それに続きます。その隣にマイト&パワー、セイクリッドグライス、すぐ後ろ。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方からカワチサンライズ先手を取りました。黄色の帽子サファイアヌーベル、その後ろ。クリスタルスペシャル、すぐ後ろ。その後ろにアイランドウルフ、好位置をキープしています。優勢トップラン、すぐ後ろに藤山ソロン、ヘッドレイ、すぐ後ろ。赤の帽子ストロングキャッスル、その後ろ。その外からファイトエミネンス、その外にカフェヒル、サンライズチャイナ、そのうちに続いています。その後ろからはノーブルビリーブ、しんがりからリンドイーグル、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここでサファイアヌーベル先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。カワチサンライズ、サファイアヌーベル2番手に控えました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。カワチサンライズ先頭、2馬身から3馬身のリード、残り 200m、 カワチサンライズ先頭だ。カワチサンライズ先頭、2番手は優勢トップラン、カワチサンライズ1着、カワチサンライズ1着、2着にはどうやら優勢トップラン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワチサンライズ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はピカリエア。残り 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 メジロブライト、さらに突き放します。2番手は呼吸エクセレント、メジロブライト、今ゴールイン。段違いの強さです。メジロブライト1着、2着はピカリエア。メジロブライト見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はソシアルソング、ソシアルソング、先頭。2番手はアグネスメイト、先頭を捉えるか。ソシアルソング、先頭、あと 200m、 先頭はアグネスメイト、ソシアルソング必死に追いすがります。ソシアルソング追いすがります。アグネスメイト先頭だ。アグネスメイト、アグネスメイト1着、2着にはどうやらソシアルソング、アグネスメイト、見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。